STG58 は FN 社の FN フェル自動小銃をもとにオーストリアで改良、開発された軍用自動小銃である。1958年に開発され、オーストリア連邦軍の主力不標銃として採用された。1977年には STG77 に更新され、現在では陸軍衛兵大隊及びテレジア陸軍士官学校所属の 学生大隊などにおける議場用途にのみ使用されている。1950年代、連邦軍では連合各国から供与された第二次世界大戦機の旧式機械機が配備されていた。これらを更新する新型不標銃の候補として有力視されたのがフェル小銃だった。各種モデルのうち、連邦軍では西ドイツ向けに設計された G1 小銃を高く評価した。 オーストリア向けモデル、すなわち STG58 の内部設計は、おおむね G1 と同一だが、連邦軍が示した各種要求や第二次世界大戦での戦訓に基づいた改良も加えられている。例えば、特徴的な消炎器は 22mm、小銃的弾発射機を兼ねている。また、先端には、鉄上網対処用の切り込みもあった。この切り込みに、 鉄上網を引っ掛け、そのまま発砲することで切断するのである。金属製ハンドガードや二脚、FN フェルよりもわずかに低い照準装置などは G1 と同形式だった。その後、軽量化のために金属製だった大尻は樹脂製に変更され、さらに後には重傷そのものも樹脂製に変更されたほか、重工に 軽装置と呼ばれる訓練空砲用キャップを取り付けられるようになった。重心下のガスチューブに着検装置が設けられていたが、ほとんど使用されなかった。更新後、余剰となった STG58 の部品や工作機械、図面などは重機メーカー DSA 社に売却された。同社ではこれらを用いたフェル小銃の製造、販売を行っている。AB The STG58 オーストリアエッセレクトファイアフェル SMALLARMSREVIEW.com 2018年1月10日閲覧スターンウェア58オーストリア陸軍公式ウェブページの装備解説ありがとうございます